いうことなんですけど、なんかすごい奇妙な事件っていうかね、ちょっとね、メジャーのね、うん、朝倉未来とのこの対戦が行われたわけですけど、メイウェザー選手はあれですよね、5階級制覇王者ですよね、まさにボクサーで世界一金持ちだという言われている、賞金稼ぎまくったやつで、まあ、この前は日本人選手ならこの那須川天心っていうね、うん、人とやって天心がボコボコにされて、はい、総合格闘家の朝倉未来選手がまあやるということで話題にはなってたんですよね。結構いろんな選手が言うには、うん、やっぱりメイウェザーが勝つだろうと、はい、体型とかは朝倉未来の方が大きかったみたいですけども、うん、それでもやっぱりあのもう45歳と言ってもメイウェザーだろうと言われててね、メイウェザーが勝って、まあ、予定通りという予定通りだったんですけど、この後ですよね、これ花田の贈呈、うんね、いろんなニュースとかで、ね、出てるから、はい、何かなと思って見ましたけど、ここね、じゃあ花田は贈呈ですって言って近寄っていって、こうメイウェザーの目の前で花束を落とすというか投げ捨てるというか、渡してないですよね、うん、でそれをメイウェザーが黙って拾ってみたいな感じだったんですよ。世界が見てる配信で何してくれてんだって。結構やっぱりこの件に関しては、はい、何をやってるんだっていう意見がほとんど、ね、朝倉未来に勝ってほしかったのか、はい、とりあえず個人的にメイウェザーが嫌いだったのか、またかといってこの郷さんのコメントは特に出てないみたいなんですよね。こういうことってアメリカでもね、いろいろやっぱり格闘技見ますけど見たことないですよね。どんな理由があろうと試合が終わってもう花束同贈呈の儀式の時に行われたんですけども、このことはね、まあ、このごぼうの塔っていうのもよくわからないですけども、なんかね、誰かの動画見てちらっと言ってたのは、ブレずに争わない政党だみたいな、奥野さんですか。今回の件も争ってないですけども、大事ですよね。ボクシングが終わった後またすごい話題になってます、はい、ますよね、ボクシング以上に、うん、わざと炎上させるためにやったんじゃないですかね。ちょっとなんか変わった感じの党じゃないですかこれね。それでこの党がいいことあるんですかね、うん、スポーツアドバイザーって朝倉未来っていうのは、まあまあ身内みたいなもんなんか。じゃあそうなんですね、こっち派なんですね完全にね、もうね、唾かけたにあんまり変わらないというか、格闘技ではちょっとびっくりする、うん、この花束贈呈で前代未聞というかね、はい、見たことないですよね。若者世代にターゲットにしたようなね、ほら暗号資産の税率見直しとかね、スマホ無料化とかね。でもこんなことして支持率上がると思ったん、まあ、そう思ってやったらさ、なんかもう我慢できずに感情的になってやったのかなんかわからないですけど、わかんないですね、演出上ですからすると。実際でも僕らこうやってごぼうの塔を見てしまってますから、ね、見ちゃってるからね。まんまとまんまと乗っちゃってるんですから。でもかといって見たところで選挙の時にってなっても、またそれは別の話じゃないですか、みんなが見たとしてもね、なんだごぼうはっててね、あでも中にはそうかそうか、出産手当って500万もらえるのかと思って、はい、じゃあ投票っていうにもつながるんですかね。ちょっと恥ずかしいですよね、日本の。恥ずかしいですねこれね。なんかアメリカの方でも放送があったみたいで、アメリカ人の、ね、テレビ解説の人が、お、なんだこれはみたいな感じでしたよね。まあでもその後、メイウェザーが怒らずに、特にね、もう気にせず、花束を拾ってみたいな。ちょっと大富豪だから、なんかおかしいやつがいるなぐらいのあれじゃないですかね。27億か29億稼いで書いてらしいんですよ。まあ別にそんなもつきもんだから思ってるんじゃないですか。うん、今回もなんかほら、ルイ・ヴィトン好きなようで、ルイ・ヴィトンをまといまくってるじゃないですか。バーキンかなんかも3500万考えてたっけ、こんな感じですよ。もう金じゃらじゃらっていうのがもうメイウェザーですよね、うん、全部これやばいやつばっかりです、これやばいやつばっかりでしょうね。限定っていうか。すごいのばっかりですよこれ。買おうと思っても買えないものばっかりじゃないですか、はい、そのすごい人に、まああいうことをやらかしたというか、格闘も強くてブランド品を全身まとってっつってね、もう現代のスターですよね本当ね。しかも40歳のやつとあんまり変わんないわけですよ年齢ね。そうですそうですそうですよね。ちょろっと日本に来て27億か9億を稼いで帰るんですからね。まあでもまんまとこうやって炎上してるから、実はこの宣伝であらかじめこれだけ注目度は実際あったわけですから、予定されてたあれかもしれない、ね、まあでもこうなることはある程度予想できたでしょうね。荒立てることもなく、こうやって拡散されてるように僕たちもこうやって話題にしちゃってるわけですからね。ちょっと今このホットな話題になってしまいましたよね。はい、だ僕もちょうどね、メイウェザーがね、何を爆買いしたのかなっていうのす、あ、ね、爆買いしたのかなっていうのすごい気になってたんですけど、でその割にはローソンとかも行ったりするみたいですよ。まあ日本のコンビニはコンビニで楽しいんじゃないですかね、やっぱね。楽しい、何でもあってみたいなね、美味しくて、ちょっとこっちのコンビニとは違いますからね。セブンイレブンありますけども様子が違いますもんね。オーバー、ね、45として
ちょっとメイウェザー習って頑張らないといけないですよね。無敵な人ですよ。まあ、紳士ですよね、相手がね、そういうね。そんな感じでしたね。やっぱりでもこれあれじゃないですか、やっぱり企画じゃないですか。だってほら、桜ミクルさんもね、あっていらっしゃったし、党の中に。うん、だってこれメイウェザーは傷がつかないですけど、むしろメイウェザーは紳士だってなって、なんだこいつはって炎上して、こうやってね。というか、もう裏で会話してこれやるからちょっとごめんねみたいな。投げつけるけど、1億渡しておくからごめんねとかって言ってるじゃないですか。いよいよみたいな。450万のチケットを買って、それで花子入ってね、ちょっと宣伝臭いですよね。匂いますけども、はい、匂いますけどね、大人の事情がね、うん、もう言わなければね、結局いつまでたってもこのままもう想像でしか、はい、うん、みんながそう話してるだけで終わってしまうので、まあでもね、メイウェザーさんがいらっしゃった時にはやっぱりね、ちょっと見ないとね。伝説のボクサーですよということで、今回あのメイウェザーさんに失礼を働いたごぼうの党ということでね。で、僕も明日からね、米国に行きますんで、ちょっとハワイですけどね、本土ではなくて、はいはい、物価高味わってください。じゃあそれではまたよろしくお願いします。次はアメリカからです。はい、はい、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。